さあ、えー、後編行ってみたいと思います。これはね、すごい3連発なんですよ、後編は。<laughs> まずね、白いゲナハさん。僕の子供は2人いて、1人が男の子で小学校4年生。もう1人は女の子で小学校4年生です。そう。僕の子供たちは男女の双子でーす。<laughs> 何の、<laughs> 何のパッフーブか分かんない。双子なんだね。へえ、小学校は一クラスしかないので、もちろん同じクラス。おととしの運動会では、同じ組で、徒競走でした。これ、男、男女で、男子と女子で、一緒に走るの徒競走って。なんか俺だったら絶対嫌なんですけど、俺はあの、足が遅かったから、早い女の子に、 抜かかされたりとかってもうすごい嫌だからこんなんありえないなと思ったんですがあるんですね娘は足が速く運動神経抜群肩や息子は運動音痴僕はハンディーカムも構え用意ドン娘はどんどんみんなを引き離しダントツの1位肩や息子はどんどん引き離され僕が撮影している映像からもちょっとずつフレームアウトゴールの時は全く映ってませんでした これも思い出ですあの小学校4年生とか3年生ぐらいってなんだろう,こう成長が女の子の方が早いから、まあ、背もちょっと高かったりしてこういう現象は起きるよねまあもともと息子さんは運動落ちだったって言いますけどいやこれ辛いな大丈夫問題起きないのですかこれ、えー、でまずね白井ゲナハさんでしょ続いてこれ大洗のゲーマヒロンさん、えー、今日2月5日が双子の日だったのを知りませんでした 今日はプチお祝いいをしようと思いますなぜなら娘が2人いて双子なんですおお双子 2>, <laughs>、えー、2人は別々の高校に進学しました、えー、今ね31歳なんですが、えー、娘さんたちはね、えー、双子の姉の方と妹の学園祭に行った時のことです突然在校生らしき制服女子が近寄ってきていきなりまるちゃん こんなとこで油売ってちゃダメだよと呼びかけてきました。何事かと思いました。すぐに妹と間違ったんだと察しました。姉はこんなことは慣れているらしく、双子の姉、〇〇です。<laughs> と冷静に自己紹介していました。よくあるんだね、それね。現在31歳となった2人ですが、体形も輪郭もかなり違うんで、当時の同じ境遇になった場合、間違えられるかどうか疑問ですと。へえ、まあ、一覧性の ねえ双子だったんださあそして本日のメール大賞この方ですいいですか横横さんでですすおめでとうございま横横 <laughs> さんも、まあ、この3連発ということは白いゲナハさん大洗のゲーマーヒロンさんに続いて横横、まあ、さんも,もう想像つきますよねお子さんが双子なんですよはい 双子の女の子の親でございます結婚してすぐに妊娠そして双子と分かりそれは驚きましたその後女の子に男の子にも恵まれましたが今はもう子供たち3人とも20代です皆さん双子の妊娠出産子育てはそれはそれは大変ですよ苦労話を始めるとこの番組の5時間では足りないくらいです 双子の後に生まれた男の子一人の子育ては天国のように楽でしたねそして子育て当時の主な世間の出来事やニュースヒット曲ドラマなど数年間は全く記憶がありません車にチャイルドシートを3台乗せて何年も過ごしていましたまた小さな子3人を預けて美容院へも行けず仕方なく自分で洗面台で髪をカットするようになり今では 10分くらいで暖を入れて仕上げられるようになりました。だからもう20年は美容院に行っていないです。これ、これすごいわ。まあこれはもう聞いたら皆さん誰もが今日のメール対象は横横さんだなって納得ですよね。いや俺ね、白いゲラーさんもすごい面白かったし、大洗のゲーマーヒロンさんもすごいし、まあそもそもあの、双子のテーマで。 自分が双子ですとか、自分の子供が双子ですとか、親が双子ですが来たらすごいなと思ってたのが、もうこの白いゲラさん、大荒にゲーマイヒロンさんと来て、横横さんと来たんですけど、やっぱこの中でやっぱり自分でもう髪の毛切れ,切れるようになっちゃったっていう、横横さんはもう対象ですよね。いやいや、素晴らしい。ありがとうございました。<laughs> えー まあ、その他いろんな方々の、ね、メールもおさらいしていきたいんですがまた時間がなくなっちゃいまして、えー、皆さんからいただいたメール、ね、アドレスをメールの方々をリスナーの方々を、ね、読み上げていきたいと思います、えー、まずじゃがいもエイジさん豆福さんカエル家来さん大洗いのひろちゃん白いゲナはさん鹿ちゃん常温コーラさんタフマン福井まゆてんさんけいこちゃんガッちゃん ユッキーさんに大笑いのゲーマーヒロンさん、横横さん、ジョニーさん、まナままさん、岡山の瀬戸ちゃん、カイくんのおばちゃん、平凡ファミさん、ハマレオさん、アイラブグレックさん、京都から来た娘さん、肉グラ45さん、デリさん、なにわのグロッキーさん、坂戸46さん、山爺さん、りょうさん、そして初メール、佐トさん、ヒラめ建築設計ちゃん、おひとりさまだっぺちゃん、だっぺちゃん、だっぺさん <laughs>、えー、おぎちゃん、鬼滅の騎士やんふんわりこさん、 たつ猫さんはそうだメイっ子ちゃんに赤ちゃんが誕生しましたおめでとう、えー、そしてザ・ナイツさんと頂きましたありがとうございましたあのリクエストはねやっぱりなかなか難しくて本物の双子でかけられたのはザ・ピーナッツしかなかったですねもうそれぐらいしかないでしょだってあとは兄弟ユニットとかあるけれどねはいだからガッちゃんとか白いゲネハさんとか あのまあ、アイラブレックさんとか、ね、そのピーナッツ絡みで声、まあのバカンスをかけさせていただいたんですけどね、はい、さあ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 、えー、近々ですね、まあ、一つ告知がありましてあのメール対象メール対象に何か考えています、はい、近々、えー、この YouTube チャンネルでお知らせしたいと思います、まあ、春が、ね、近づいてますけどね うーん梅まつりもありますけれども、まあね、いろいろイベントとかも、あの前回の緊急事態宣言のように、全く中止ってわけじゃなくてあの、ディスタンスを取りながらとか、映画館も普通にやってますし、えー、皆さん、気をつけながらね、まあ、あ,のあんまりあんまりあの追い詰めちゃってもしょうがないと思いますから、はい、頑張っていきましょう。えー、来週のテーマ、また楽しみにしていてください。はい、今週ももどううありがとうございまししたた青木幸太郎でした